和樹がおすすめの神社ベスト3、はい、いや絞れんのかなって絞ります。ベスト3から外れた神社もいいところたくさんあるんで、なかなかちょっと絞るのは難しかったんですけど、ね、じゃあ第1位、これほど回ってきた和樹が第1位と決めた神社、よろしくお願いします。まあ、これはもう迷いはなかったんで、おお、はい、ここ上和樹がおすすめの神社ベスト3、はい、いや絞れんのかなって絞ります。ベスト3から外れた神社もいいところたくさんあるんで、なかなかちょっと絞るのは難しかったんですけど、第3位から3位から、はい、お願いします。3位は徳島県の大朝彦神社です。おお、はい、入ってきた、おい、はい、3位に入ってきた。徳島に引っ越してきてから必勝祈願で行ったのが初めてだったんですけど、その後からもうずっと行ってるんで、全部回ったことあります。え、あの神社自体とこまで行けるんですよ。あー、それは行ってないわ。あ、なんかドイツ村とかの方に繋がってて、島で行くときも結構時間かかるぐらいなんですけど、めちゃめちゃ俺が好きな感じの神社なんですよ。もう自然豊かっていうのがあって、こういう感じなんだ。ここで徳島は必勝祈願してるんだ。そうですね、そうですね。ご神体みたいなすごいでかい木があるのって覚えてます？あそこはもうパワースポットだと思って、すんごいたくましい木じゃないですか、あれって。うんうん、相当多分エネルギー持ってるなと思って注入しに行ってます。すごいね、すごいパワーやじゃん、ね、なるほど、福島の大朝彦神社、はい、第3位ね。第2位お願いします。第2位は迷ったんですけど、鹿島神宮で。おお、鹿島神宮は俺行ったことあるよ。あ、本当ですか。鹿島神宮行ったことある。高校は鹿島だったので。あー、そこそこそこ、はい、もうゆかりの地というか、そこで何回も行って、で栃木に住んでた時からもずっと行ってたんで。どうぐらいかかるの？栃木からですか？大体1時間半とかぐらいかかっちゃいますね。結構それでも行ってたんや。そうですね、毎週とかじゃないですけど、あそこもめちゃめちゃ好きなんですよ。鹿とかもいるんで。確かに鹿いる。あ、行ったことないの、鹿島神宮。いやいや、言うてるやん、だから。わわわわわ。ないね。ないんだ。マジっすか？鹿島神宮行ってないのちょっとやばいね。ちょっとやばいですね。これ頼む、第1位僕行ってて、純喜くん行ってないところあれ。でもそれ、これは高校からもう行ってた。鹿島神宮ってのは勝負の神じゃないですか。うん、勝負の神っていうか。そうなんですよ。あ、すいません。なんでアントラーズがやっぱ来てるんで、うん、まあ、僕らでいう大朝彦神社、上昇軍団やもんね。で、あそこも広いんですよ。回るとめっちゃ時間かかったりして、ここは紹介しておきたいなみたいなとこあったりするんやったら。いいすか？別になかったら大丈夫や。そうですね、あの僕が小さい頃から行ってるとこなんですけど、あの笠間稲荷神社ってのがあって、稲荷ってやっぱ出世じゃないですか。出世の稲荷って言われるんで。あ、出世の稲荷、うん、はい。小さい頃から初詣とかもそこだったんで、ずっと。で、そこは日本三大稲荷って言われてて、今一つって言われてて、で、伏見稲荷ってわかります？あ、伏見稲荷ってわかるな。は有名ですよね、はい、多分京都の。うちの三大稲荷の一つなので、すごく大きいかなって思うんですけど、行ってみてほしいなと思いますね。いいね、これ聞いて、なんかちょっと実際行ってみたいな。これがまあもう行き続けてるとこですね。茨城県なんですけど。ああ、そうか、笠間、わかる、笠間。そうかそうか、あれやな、笠間でしょ。いや、じゃ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 、笠間でしょ。笠間やもん。マジかよ、大体わかんねえじゃん。有名っすよ、本当に。笠間のジャスコとかめちゃめちゃ有名っすか、うん、あったわ、水戸にもあったわ、水戸にも。あ、水戸にありました。うちジャスっすか。うちジャス、俺水戸に2年いたから。そうや、うちジャス知ってるっしょ。結構行きましたね、家から近いんで。あの、内間のジャスコでしょ。あ、違います。あれは内間のイオンですよね。ちょっと聞いてみたいな。俺どうだろう、鹿島神宮ベスト3とまでは言えないけど、まあ鹿島神宮と伊勢神宮。ああ。伊勢神宮はここ何年か行ってるな。あれ、カジさんはじゃあ伊勢神宮は。はい、カジさんは伊勢神宮は行ったことある。いや、絶対、絶対行ったことある。伊勢神宮はもう絶対行ってるから、ね。大丈夫大丈夫、絶対行ってる。伊勢はもうそれあれでしょ、伊勢行ってない人とかほんま。じゃあ皆様お待ちかねの第1位、これほど回ってきた和樹が、そうよ、ね、そうそう、第1位と決めた神社、よろしくお願いします。はい、まあ、これはもう迷いはなかったんで、お、はい、ここは日光東照宮で。
おお、そうか、日光東照宮だ。県民はやっぱ日光東照宮に、徳川家康さんが待ってる。徳川家康さんね、めちゃめちゃ有名なんで、多分世界からも来ると思いますよ。見ざる聞かざる言わざるとか、そこの彫刻とかもあるんで、周りに囲まれ二社一時回って効果が得られてるって言われるんですよ。日光東照宮と隣にある二荒山神社とで、近くにある輪王寺ってとこを回って二社一時って言われるんで、はい、そこを回ってより効果をもらうってことですね。年末とかはもう全然多すぎて全然回れないんで、小学生修学旅行とかで来るぐらいですよ。え、カジはもちろんさ、日光東照宮行ったことあるでしょ。え、あるんですよね。あるよ、そりゃ。マジか、みんな修学旅行で行ってるよ、修学旅行。僕もなんか行ってんちゃうかな。でも行ってる、東照宮行ってる。日光東照宮は絶対行ったことあると思いますよ、みんな。いや、ないだろ。ちょっと待ってください。その感じは絶対ないよ。いやいや、あれなんですよ、すぐバレる、ね、修学旅行とか。そうだよ、バレるよ。なんでバレんの。それも誰か書き込みで俺の同級生が行けないって言わへんからバレへんやろ。よかった、2と1抑えてたわ。関東有利ですもんね、関東。でもその今の順位付けの感じだったら、ちょっと1位は群抜いてるんかな、カズキの中で。いや、そうですね、やっぱ栃木県民ってことで、その地元の中でやっぱ一番でかいというか、一番やっぱ強いと思うんで、ここは絶対行きたいなと思ってたんで、毎年終わりと始まりは。へー、行きたくなってきたな。いや、よかった、出てもらってね。よかったね。シーズンオフとかに一緒になんか回れたら最高じゃないの。1回目もちょっと検討してもらいたいぐらいですね、ちょっと。全然ね。じゃあ逆になんか今ほら、俺もう行ったことあるようなさとこが出てきたからさ、全然知らないけどめっちゃおすすめなところを、みんなも大体の人はそこ知らんけどおすすめみたいな、ちょっと考えておいてほしいですね。じゃあカジさんに今年シーズンで2桁得点取ったら2回目出させてもらっていいですか。ああ、すごい宣言。マジっすか。もうチームにとってもあのありがたいし。いや、マジ出るために頑張らないとと思いますわ。この選手、バルマル愛がすごいというなんか情報があったら、ぜひコメント欄に書いてください。よろしくお願いします。お願いします。貴重な時間でした。長い時間。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、またこの話が、面白かった人は、チャンネル登録とグッド評価をしていただけたらなと思います。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。